KXCT125 です。こちらカタログ、色合いが気持ち違います。まあね、あの写真と実物だとね、はい、まあ、でも大体、うん、一緒かなと思いますけど、はい、まあ、カタログを見ながらね、ちょっと実写を見ていきたいと思うんですけど、 KXCT スタイリッシュでコンパクトなバディにクラス最高レベルのパワーを発揮する水冷4バルブエンジンを搭載。クラスを超えた動力性能と優れた運動性能を高次元でバランスさせたオートマティックロードスポーツ。これはスポーツバイクです。フロントフォークは 250cc クラスのスポーツバイクと同等レベルの高剛性な 37mm パイ、テレスコピック式フロントフォークによりワインディングロードからハイスピードクルージングまで KXCT だからこその優れたスポーツ安定性を実現していますって書いてあります。これ30何だったのすいません35だと思ってた、はい、スポーティーなフォルムを際立たせるマルチリフレクターヘッドライトプラス同光式 LED ポジションランプ、ね、ヘッドライトでこれね、同光式 LED、 そしてマルチファンクションメーター、円形デザインをモチーフとしたメーターフェイスの中心に昼間の視認性に優れるハイコントラストタイプの液晶メーターを埋め込み、バーグラフ式のタコメーター、燃料系水温系を円弧状に配置、スピードは大型デジタル表示とすることでデザイン性と優れた視認性を両立しています。スイッチオン、はい、とりあえずエンジンちょっとかけますか。そうするとこちらにタコメーターね、5000回転からずっと1万回転まで書いてあって、それでここにこうねデジタルで表示されるという仕組みです。ちょっと書いてあげますか、ね、こんな感じで、はい、そしてスピードメーターがあって、そしてこう距離計ですね、そして燃料計、時計、水温計で、インジケーターこっち両方にね、いろいろあります。でハイビームね、ハイビーム、ウインカーね、ウインカー左右にちゃんと分かれてるね、あとはいいかな、はい、エンジンチェックランプとかそういうやつですからね、はい、で、これオードメーターのところは切り替え式なんですけどね、これ長押しなんですよ。これはちょっとね、昔のキムコの車両のね、特徴ですけど、トリップ A、トリップ B、 そして、オイルチェンジのやつ ね、 でこれもう一回ちょっと長押してエンジンしますよ。で昨日ガソリン入れてきたんですけど、でこれ 両方長押しでリセット、でこっちも両方長押しでリセットみたいな感じでございます。はい、目に焼き付きましたか。しっかりと目に焼き付けてください。これが KXCT だ、ね、基本的にこの辺りは300も125も共通かと思います。はい、300というのがありますね、はい、300も車検あるからね、はい、日本だとちょっと難しいような気もいたしますが、そして42度ディープバンクアングル、42度の深いバンク角によりスクーターの域を超えた軽快なハンドリング、そうですよ、見てやってください。これで正面から見てバンクしてる姿を見たらスーパースポーツが来た。どこのメーカー、あ、え、スクーターだったの。さあ、グリップバー、失礼、グラブバー、スポーティーさと高い質感を強調するグラブバーついてますか、見ますか、ね、グラブバーつけて、そしてあのオプションのキャリアついてます。これはあの両方一緒につけられるタイプですね。そしてラゲッジスペース、ヘルメットの収納も可能な40リッターのラゲッジスペース、メーカーや形状により収納できない場合があります。お決まりの文句がここに書かれてますけどね。さあ、こうなってくるとやはり見たいのは入らないヘルメットですよ。どんなヘルメットが入らないのかね、そんな風に言われるといかがですか。スイッチじゃないオープン、ラゲージをこれね、パチッてやっても上にポンって上がらないです。解除されるから、それあと手でこうやってね、でダンパー入ってますから、もちろん手でねこうやって、はい、最後は上がります。さあ、そしたら中に入ってるのはとりあえず説明書と、これゴムのね、ここのやつですね、はい、これはね、後で。さあ、まあ、こういうのはね、当たり前のように入るんですよ、当然です。これが入んなかったらもう話にならない、ね、これが入んなかったら話にならないということでございます、ね、さあ、そしたらこんな、そんなのはね、っていうね、はい、思いますよね。さあ、やはりこれです、ね、はい、ヤマハのヘルメット、これはね、多くのメットインを妨害してきた素晴らしいヘルメットでございます、はい、なんたって自社のやつも入らないんだから、でこうだから、こうだと入らないんじゃない、さすがにちょっと厳しいな、
うん、ちょっと厳しいな。ただね、これね、どうなの？横向きは？あ、これダメだね。じゃあ、この向きか。ということで、これでかいな、このヘルメット。バーグマン、今、カブに入ったのバーグマンだけ。はい、200だけ。あとはないです。じゃあもうそういう時はね、仕方がないからこれですよ、これね。K42 ってやつね、ザッパの。ちょっと悔しいね。はい。ね、はい。そして、チャージングソケット。ね、チャージングソケットっていうのは、ここにあります。ね、皆さん、よろしいですかね。KXCCT をね、もしかしたらね、これから買おうと思ってる方もいらっしゃるでしょ。まだね、走行距離少なくて、ほとんど走ってないような車両でありますからね。はい。そういうのをね。はい、で、こちらですね、左側、これね、これを引きます。そうすると、少し前に飛び出すようにして、こうなります。スライド式です、これ、ね。スライド式。そして奥に、12V、ソケットがね、ついてございます。長さ結構ありますね。はい。どれぐらいありますかね。ん？これ、ん？これぐらいはありますよ。奥、奥、奥。だからこれっていうと、なんかつい最近見たのね、ジクサーのシリンダーとヘッドの大きさですよ。それぐらいのあれですよ、これ深さはありますよ、ね、蓋しましょうね、12V ソケッツね、ソケッツじゃない、ソケットか、1個しかないからね、2つあったらついになるんですかね。英語っていうのはよくわからないですね。はい、だからあれはスポーツって言うんですか、スポーツって呼びますけどね、まあ、余計なものでございますが、はい、さあ続いていきましょうね、クーラントメンテナンス線に配慮し確認が容易なクーラント。クーラントはね、ここに窓があるので、ここから見られます。はい、サブタンクね。で、入れるときはこっちに蓋があるんで、ネジで外してある、ね、で、ちなみにこのスクリーンと外して、スクリーンの下にある、樹脂のカバーを外すと、ラジエーターキャップがあります。ラジエーターは前、ね、これなかなかすぐ分かんないの。優秀ですね、はい、優秀っていうことでいいですか。もうそういうの困るんです、なかなかファン回んないの、なかなか分かんない。まあやっぱり優れてるってことだよね、それはね。はい、タンデムステップ。これタンデムステップは、これはね、ちょっと高級感があるね。これ多分ダウンタウンと一緒だと思いますけど、ね、こういう感じで出ます。はい、ね、角度します、はい。グリス塗ったからスムーズだね。グリス塗らないと、あの錆びてきたりすると動き硬くなっちゃいますからね。あのスプリングでボールが入ってて、押さえてね、で、こう穴のところにこうパコッとはまるようになってる。まあ、よくあるパターンなタイプですかね。はい、マフラー。造形とサウンドが高いスポーツ性を体現する専用マフラー。マフラーのデザインは300モデルと120モデルで異なります。写真は300、ね、写真はこういう300、これ300のモデルはこういうマフラーなんですよ。後ろが三角形になってるのかな、ね、これね、三角形になってるのが、ですけど、これはどうなってますかね。ほら丸、ね、125は丸ですね、はい、まあ、こんなのがついているということですね。あとは何があります、フロントカウルデザイン、レイヤードデザインによる精悍なフロントマスクと落ち着いたマットカラーにがスポーティーな雰囲気の中に高級感をより一層高めますと書かれてますね、はい、かっこいいですよね。なんかかっこいいんですよね。なんかかっこいい。そう、ショートホイールベース1450mm という一般的なビッグスクーターに比べ約 100mm 短いホイールベースにより高いスポーツ性能を発揮ということ。これビッグスクーターサイズなんですけど、ホイールベースは短いんですよね、はい、だからそういうね、やっぱりスポーティーな走り、それをができるということでございます。テールライト、スポーツ性能を強調する跳ね上げられたコンパクトなテールカウルに収められたウィンカー一体式コンビネーションリアランプはスポーティーなイメージをより強調します。テールデザインもあり、その存在を主張する警戒感のある絞り込まれたテールデザイン、ね、見てみましょう。絞り込まれたね、こう、こうね、跳ね上げながら絞り込まれたテールデザイン、 LED テール、そしてブレーキ、ベッ、ね、光るね、こんな感じでございます。いかがですか、ね、いかがですか。そしてブレーキシステムも見なきゃいけませんね、はい、鋭角なアライメントを持つスポーツ志向フロントタイヤなんですね、純正はね、組み、合わされるブレーキは260ミリパイのセミフローティングタイプにより優れたコントロール性と高い制動力を両立しています。 KXCD300i ユーロ4モデルのみ ABS 採用、という書かれてございますが、あのですね、これ ABS センサーリングついてるんですけど ABS じゃないんですよ、これ、うん、ABS はついてない。ただ、スピードセンサーで、これをスピードセンサーとして使ってるっていうね、形でございます。で、125は片押し2ポットキャリパーでございます。300の場合は、こう写真にもあるようにね、まあ、ダウンタウン125とかついてますけど、片押しの3ポットブレーキっていう、キムコのね、それが採用されております。はい、だちょっと、KXCT については、125と300では、ブレーキが気持ち違う、ね。ディスクとか一緒ですけどね、キャリパーが違う、ね。だこれに300の
スリーポットキャリパーつけることも可能だと思いますけどね、はい、まあでも必要ないかな、はい、よく聞きます、はい、キムコの片押し2ポットブレーキね、よく聞きます。そしてウェーブタイプのブレーキディスクということでね、非常にいいんじゃないでしょうかということが、書かれてございます。で後ろももちろんディスクブレーキです。はい、大丈夫ですかね。そのあたりはもう皆さんよく、押さえてると思いますけどね、はい、でこのスクーターの特徴としてはですね、デザインがね、まあ、こういうな風にちょっとねこの辺とか気持ち凝ってるんですけど、その分ここに足を置けなくなってしまっているので、足はここにね姿勢正しく乗るという感じでございます。はい、まあ、これがね、ただですね、これね乗るとスポーティーなんですよ。ひら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 寝ますしね、うん、非常に俺はよくできたスポーツスクーターかと思います。ダウンタウンとちょっと違うっていうね、うん、まあ、似たようなもののように思う方もいらっしゃると思いますけどね、はい、カラー展開はですね、マットブラック、マットホワイト、マットブルー、すべてマット展開 でございます、黒、白、青というね3色展開で、なっております。で一応ね 300と、125があって、で300の方はですね、ユーロ3の頃はただのこれと ABS ついてないタイプがあったんですよ。でその後にユーロ4に対応した 300iABS っていうね ABS 付きのタイプがございます。だから ABS300 の場合は ABS 付きの方が新しい車両になります。はい、日本ではね。ちなみに300は税別の金額ね、税別の金額にしましょう。 300i56万円、そして 300iABS は58万円でした当時。はい、そして 125i ですね、まあ、こちらにあると、これは46万円ということでね、はい、当時の、メーカー希望小売価格、消費税別のね本体価格でございます。はい、ということでね、まあ、車両に関してはやっぱり高いだけの作りになってるかなと思います。これしかもこれ当時の価格ですからね、今円安でもっとこれ今同じように売ろうとすると多分2割ぐらい高くなっちゃうんで、そうですね、125が300の値段ぐらいになっちゃうんですかね。どうして2割も高くなるのかって、2割もすごい、それぐらい円安になってるってことですね。はい、まあいろんなね、で燃料タンクが10リッターですよね、まあ十分入りますよね、はい、で多分30以上は普通に走ると思います。まあそれを考えれば、まあ航続距離は十分ですよね。はい、そしてですね、最高出力はね、300は 27.7 馬力7750回転、そして125の方は 14.4 馬力なんだ、14.4 馬力9000回転、トルクは 2.7kg6500回転と 2.2 キロの7000回転ということでございます。車両重量、装備重量の方がいいですかね。300の方は 184.4kg、125の方は 172.4kg となります。全長は 2120mm、全幅 785mm、 全高は 1280mm、 シート高は 810mm、 軸距離 1450mm、 タイヤは 120-7014、 150-7013 という感じでございます。はい、そんな感じでね、はい、生産しているのはもちろん台湾、製でございます。このカタログを付けしよう、ね、一緒にね、そういうことで、これはね、内側の販売店になった頃にはもうなかったんですよ、この車両はね、販売終了だったんでないんですけど、はい、カタログだけはね、販売店の時に送られてきたんでね、はい、ちょっと足つけだけはね、見てみましょう。センタースタンドは、それよりもスタンドはどうですか。サイドスタンドは出しやすい、ちょっと傾きありますけどね、はい、センタースタンドはどうですか。ここね、足つけて、で、まあ、軽く、乗っかるだけでこう上がります、はい、手添えないとさすがに厳しいから、手添えなくてもいけんじゃないですか。あ、ちょっとね、気持ちやっぱり手添えた方がやりやすい、ね、体全部体重かけるのがちょっとあれなんでね、はい、まあ、こんな感じで下ろすときはまあこんな感じでね、別にそんな重くないですよ、はい、で、一応ですね、ちょっとね足つき見ますけど、危ない、ね、でまあプロはあるんですけど、まあこう低いんでそんなにね、こういう感じでね、またね、で私身長175センチぐらいですけど、私がまたがった場合、後ろの方にちゃんとこう腰がね当たる部分があるんですけど、そこまでやっちゃうと、そこに乗せると両足つま先立ちですね、完全にね、つま先だけで、足はこういう感じで乗って、ね、膝は気持ち膝がなんかね、これやっぱり実際乗ると少し前めになっちゃうんで、少しね前めになるとちょっと膝がねこう上がり気味の感じでね、面白いポジション、うん、ですね、これはね、まあ、これはこれでまた乗ってて面白い、うん、そんな感じがしますよ。スタンドどうですか、出しやすい、サイドスタンド出しやすい、全然見なくても、ね、足でこうちょっと出せばね、あ、ここにあるっていう感じ、
教習住宅ね、サイドスタンドを出したまま用意しちゃダメでしょ、ね、そうですよね。で、確認しながらね、置いて、置くみたいなね、なんかありますよ。まあそんな感じですね。 KXCT、はい、まあこれはあの売却済みで納車整備をねやらせていただいた車両ですからあれなんですけど、あの鍵が何個ついてるとかそんなこと説明してもしょうがないからね、保証がありますとか言ってもしょうがないんであれなんですけど、一応あのまだなんかこの前もね、これのうちがこれを買う前、そのちょっと前に新車が出てる時があったんですよ、九州の方でね。ああ新車出てると思って予約したんです。1競りで負けたんですよ。そう、うちは予約してた金額の1個上で負けたんで、はい、どこかでそれを販売されたんじゃないかと思いますけど、はい、まあ、一応でもまだね、あのそういう走行距離少なくて程度がいいやつもね、 あるみたいですから、よろしければね、まあ、ダウンタウンもそうですけどね、はい、そういうのがもしこれ探してる方はね、見つけたらもう買いですよ。そして乗るとねいいんですよ。乗ったことある方はおっしゃいますよ、これいいよねって。ですよね。そうなんですか。いいですよねこれね、これいいんですよ。あとこれと、まあ、ダウンタウンもそうですよね。スピード乗れば、ある程度までスピード乗ればもう全然こんな感じですよね。うん、結構いい感じで走れますしね、はい、まあ、十分楽しい、うん、そんなスクーターに仕立てられているのかなって、ね、キムコさんやりますねということでよろしいですか、ね、はい、ということで KXCT でございました。ありがとうございました。